じゃん、ひょうたん山駅近鉄駅前にやってきております。今日はここから、アジサイですね。久しぶりですね、ジンクさん。電車の中でもこう山に行きたくてうずうずしてるっていう方の姿何人かお見受けしましたね。重装備ですね。ああ、重装備ですか、これ。重装備というか、これあの毎度おなじみ夜景のですね、はい、そしてこの夜景 の販売しておられる丸福商事さんが、特許取っておられるこう鈴鹿ちゃんハットって言いまして、テラテラに光ってるの分かりますかね、はいはいはい、とおっしゃる龍二さんどうなさったんですか、その重装備、イエーイ。鈴鹿ちゃんハット、お揃いの夜景のとこれ同じ素材なんですよね。ここを分けることができるんですが、今日はこの初試しですね、はい、今日風が程よくあっていい感じの試し日ですね、うん、今かぶってるだけでもこう風が吹き抜ける感じがだいぶね涼しさを感じさせますね、はい、それでは今日も元気に行ってみよう。無理やり取られました。これがなんか絶対涼しそうやわと思って。どうですかね、見た目。おお、いいよ。やっぱりやわ、これスースーするわ。むっちゃ抜けるわ。うん、でカールおじさんがこちらです。何もカールおじさん。カールおじさん。あ、男性が被ってもそんなおかしくないですね。麦わら帽子チックですね。どうですか。まあ、普通まだ分かりませんね。ちょっと迷いまして、今 2.7 キロです。はい、時刻は10時10分。はい、ビジターセンター、はい、いつも迷います、ここに車で。難しい。ちょっと袋工事になってるとこがあるんで気をつけて調べていきましょう。ネムの花、はい、楽々登山道歩いております。はい、なんかこう目に入る景色が全てがね嬉しいね、ありがたい。夜景のどうですか。いや、夜景と鈴鹿ちゃんハット、これ最強ですね、はい、やっぱりこの風が抜ける、うん、普通の帽子と違ってね、頭に風を感じますね。そうこもらない、あのどんだけ通気性のいい帽子って言っても、あの薄い布切れ1枚あることによってやっぱりね抵抗を感じてしまうけど、うん、これはね抜けるよね、すごくね。すごい、の割に火を跳ね返す、このカーンで、言うたら、車のフロントガラスに銀マットをして光を跳ね返して温度上昇を、抑えてるっていう反応がこの帽子の中で起こってるっていうのを想像してもらったらいいかと思うんですけども、それやと通気性はどうすんねんって言うたら、これなんかゴザみたいな網目になってるんですよ、ね、で、これが本当にね画期的やなと思うんですけどね、素晴らしくこの通気性とこの遮光性を兼ね備えている帽子かと思われます。リュウジさんのはこんな感じです。スースーやね、おまけにこの後ろもこの生地やからすごいよね。ちなみにここはセパレートになってて取ることもできますという感じですね。お気に入りですか、どうですか。まあまあ、まあまあだそうです。帽子なんてほとんど被ったことないから、ね。そうやね、被る習性がないからね。まあ異物感があるっちゃあるね。うん、でこのツバがちょっと大きめなんで、若干ね、視界がね。って感じです。じゃーん、素晴らしい。あ、すごいね、こうずっとね段差なく来れるっていうのがすごいよね、わめっちゃ待ち。真正面が六甲山です。おお。違う、さつき山の方やね。あの赤いの何だ。あ、ラグビー場やろ、花園の。めっちゃ街中にあんねんな、あれは野球場？知らん。いや、アルカスがあれやろ。こっちが生駒。お、PL の塔が見ます。あ、出た。出た。久々に聞いたな、PL の塔。桂木金剛。こっちにお手洗いもあるよ。はい。いいね。はい。時刻は10時53分、はい、駅から 6.2 キロですね、はい、1時間25分でここゲートまでやってきました、はい、楽々登山道は終わりました、
ゲートをくぐって国道に出てきました、はい、これが暗がり峠へつながる309号線8です。はい、夜景の夜景ちゃうで、鈴鹿ちゃんはったなんかに似てるな、これをもとって、これとトライ君トライ君ですね。トライ君11時25分、まもなく2時間ですね、はい、8.7キロ入ってきました。微妙にちょっと早いかなって感じだけど綺麗やね。ここから始まります。はい、アジサイ祭り今年は中止らしいです。はい、あの来て見るのは自由みたいなね。はい、ランナーは例年ここは走らないでくださいと書いてましたけど、今年は注意して走行してくださいと書いてました。あ、そうなんや、うんうん、お祭りやってないからやろ。あ、そう、うん、我々は走りません、うん、いやいやほんまね、道幅がそんな広くないしね。わ、綺麗だね、やっぱり色が綺麗だね。あ、雨が降ったから元気本で、この微妙な黄色と青の色合いがまた可愛いよね。かわいい。咲いてます。7割ぐらいかな。うん、6割5分から7割って感じだね。あの辺がこう傾斜になってるのが綺麗だよね。うん、生き生きしてるよね、うん、こうね、アジサイの色やね、種類がいっぱいあるのがね、やっぱりこういうののいいとこやね。うん、ガクアジサイ。っていうのが変わってるよね。うまいな。なんか違う植物みたいな。見上げるアジサイってなんか珍しいよね。ね、珍しいよね。だいたいこの辺から。もうすごいよこれ。圧巻。カタツムリがへばりついてます。子供の頃よくお寺のね、灯籠とかに本のなってたけどね。アジサイ園鑑賞中です。わあ、この高さがあるのがすごいね、やっぱね。うん、こう振り返るとまた、あ、美しい。雨の降ったけど、あんな早く行けるから嬉しかった。すごいね。いや、こんなたくさんの花に囲まれるとね、なんか幸せね。アジサイ一個ずつにつく花もすっごいいっぱいあるやん。うん、花だらけ。何残っちゃう。今日のおやつする目当て当たり目しゃぶってね。ちょっとあんまり腹の足しになりそうにないですけど。いやいや、こう噛み続けるのがいいね。終わってしまいました、アジサイ園。はい、アジサイ園が終わり、今度は生駒三条遊園を目指します。はい、右ですかね。はい、右です。はい、生駒三条遊園からです。まさかまさかの、かつてこんなに賑わってるのを見たことがあったでしょうか。いや、ない。駐車場満車やったな、ほぼ。あ、そうやね、8割方埋まってたね。これみんなここなら落ち着いてね、遊べると思って来るんですよね。
でもなんか楽しそうな家族連れの姿を見るとちょっと心が安らぐね。なんか乗る？乗らんわ。彼女駅に来ました。はい。新しいプレイランドみたいですね、ここ。はい。はい。で、こっから、ほら。ああ、はは。うん。はいはい、なるほど。はい、高3時へ向かいます。お腹はだいぶ減ってきます。頑張ろう。ここは石畳なんで濡れてるとちょっと滑りそうです。まあ濡れてなくてもちょっと歩きにくいですね。はい。お腹は減りました。枠売りはまだかいね。今月枠売りはね。これは飢餓で向かいます。足がくわく。熊まで走ってきて今こう来たから。相変わらず。食べて。今からどれぐらいですか、実際に。多いよ。ぼちぼちね、いましたね。でも例年よりはマシやったよね。まあぼちぼちいた。咲いてました。あ、咲いてた、咲いてた。入り口はあんまりやけど、降りるにつれて結構咲いてる。あ、わあ、綺麗って感じだったよね。ゆきちとお仲間です。先はなんか遠い。大丈夫、 YouTube 出して。大丈夫やね。大丈夫やね。今からどっちに。ラッキーガーデンって知ってる？今ラッキーガーデン。あ、ラッキーガーデンできた。今からラッキーガーデン行くね。そうそう、今からラッキーガーデン行って上がり。たまたま見つけました、こちらのビラで、はい、吸い込まれるようにやってまいりました。おしゃれ。ラッキーガーデンは満員やという情報をユキティから得ましたんで急遽こっちの方へ。はい、来ました。めっちゃ美味しい。これにドリンクとデザートがついて1600円です。こちらは豚バラの煮込みカレーセットですね。これ焼き野菜がとっても美味しそうですね。この半熟卵またツボやね。でこちらがチキンカツですね。美味しそう。それでは早速いただきたいと思います、はい、いただきます。すごいスパイスがよく効いててね、でここにかかってクリームがまたいい味出してて、クリームみたいな、これなんとも言えない美味しいカレーですね。チキン全体的に、わ、体にいい優しいお味っていうね、これ女子がとっても好きな感じのランチだったんですね。はい、はい、これデザートもつくそうなんで楽しみですね。かなりお茶？うん、あのスープだった。完食です。完食。全量大盛りで食べたいくらいの美味しさでした。野菜の味が濃かったね。素材も良かったし、あの味付けがね、バランスが程よかった。はい、薄味とこういう。とても豪華な、はい、ドリンクとデザート、うん、とっても豪華。器も可愛いね。
手をいただきたいと思います。美味しい、美味しい。はい、レンジジュースが来ました。コーヒーゼリーめちゃくちゃ美味しい。コーヒーゼリーめちゃくちゃ美味しい。とってもおしゃれなキナチクの森。キナチクの森、はい、もう古民家やね。ここでお昼をいただきました。今日はもうこれでほぼほぼ終わりですかね、はい、生駒駅に向かいます。あ、生駒駅になったんですね、はい、ラッキーガーデンからやったらもう生駒駅が近いけどね。もうえらい繁盛してるよね。うん、これ何の絵やろね。ねえ、それのキャラクターの雑貨がいろいろ置いてあった、うん、雑貨販売もされてるみたいです。はい、帰りましょう。帰りましょう。